ありがとう、僕もだよ。もちろんこのお金もね。今回のチャレンジでゲットできる幸運の人は誰かな。じゃあ君。私？そう、あとは君。わお、やった。皆さん、お二人に拍手を。チャレンジの始まり、まずはお金持ちと貧乏を決めるよ。じゃあソフィアからコインを投げて決めよう。それ、ソフィア、ラッキーだね。やった。残念だね。でも勝てる可能性はある。はい、よし、それじゃあ準備ができたみたいだからチャレンジスタートだ。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。すでに公開100ドルだけ。わあ、ゼロがいっぱい。まずは壁塗り。何してるの？こっち側は私。電話しよっと。もしもし、注文いい？わお、もう来た、ありがとう。僕には何かある？どれどれ。ほい、これだけ？いろんなものが入ってる。金色の絵の具、いい感じ。高級感がある。キラキラを追加しよっと。ああ、とりあえず始めるか。まったく。これで準備 OK。 想像と少し違うな。ジェラード、放っておいてよ。羨ましいんでしょ。星はできた。あとは塗るだけだな。マニキュアみたい。そして小さい。よし、やるぞ。いつ終わるかな。意外と難しい。二人ともどうかな。一人は頑張っていて、一人は休んでる。話してみよう。どうだい。正直自信がないんだ。道具が足りない。絵の具もらえる？お金あげるから。毎度あり。ソフィアはエクササイズ中かな。助けてあげようか。これあげる。ワクワクするぜ。どうなることやら。それじゃ、よし、行くぞ。ナイス。あとは星を剥がして、いい感じ。早く乾いてよ。これでよし。ピカピカ。負けないわよ。全然怖くないし。次はデザインの勝負。ねえ、一緒に来て。 No。 もう、皆さんいかがですか。全部もらうわ。現金一括払い、売った。ありがとう。毎度あり。終了。はい、お金あげる。ハロー、これで買えるものない？そうだな。このミステリーバッグ、リスクを取るべし。じゃね。まるでアートギャラリー。アートなんてわからないけど。何が入ってるの？プールヌードル？信じられない。楽しそう。ダメ、これは僕の。あ、そうだ。まずは半分に切って LED ライトをくっつけるんだ。カラフルになる。あとは端っこに綿の雲をつけたら試してみよう。わお、やった。確かにすごいかも。それにふわふわ。頑張ったら休憩の時間。次はベッド作り。はいはい、触らないで。あ、そうだ、すぐ戻る。はあ、これこそが人生。何か使えるものがあるはず。これもらってもいい？もちろん。でも無料じゃないよ。うわお、10ドル、持っていけ。どうもありがとう。よし、ゲット。これは使える。まずは色を変えて。いい感じ。あとは移動させて、たくさん用意したら枕を乗せて
リラックスタイム。羨ましいでしょ。お願い、特別なデリバリーだよ。わお、どうぞ。こっちもすごいな。あ、いた。これは何、木？お金がないから体が痛くなりそう。こっちの方がいいに決まってる。うん、重たい。この素敵なテーブルはここに置くことにしよう。いいでしょ。ロープをくれ。はい、ソフィア。え？持って。ソフィア、準備はいい？スタート。負けない。僕だって弱すぎ。そんなわけ。ジェラード諦めなさい。あ、そうだ。くすぐったい。ずるい。ロープはいらない。わお、きれい。アクセントに使えるわね。でもこれ使える。この丸太に穴を開ける。3つの穴を作ってね。次はニス、均等に塗るのがポイント。これでよし。乾いたら穴にロープを通してテーブルの出来上がり。金色のテーブルには金色のアイテムがぴったり。おしゃれ。最高の暮らしになりそう。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。そうだ、いい考えが。次は電気。ペニーに電話しよう。もしもし、私は助けてほしいの。了解。あった、サンロレンツォの工芸品。うまくいくといいな。ゆっくり。よし。ソフィア気に入るかな。嫌な音がする。逃げろソフィア。高くつくわよ。走り続けて、走り続けて。よかった、危なかった。はい、どうも。わお、もちろんよ。わお、美しい。本当だ、いいこと考えた。どこに行くんだろう。ここがぴったり。これこれ、僕と一緒に帰ろう。ん？頭が動いた。よし、体に色をつけよう。今のところいい感じ。ここにワイヤーを通して電球をつけたら、じゃじゃーん、これこそが芸術。うそ。電球を磨いて完成。ジェラート、交換しない？このランプあげるから。やだね。これでどう？お金の問題じゃない。お待たせしました。次はお待ちかねのカーペット。何してるの？柔らかいジャケットね。これちょうだい。はい、やった、ありがとう。待って、一体。あ、いや、それもちょうだい。どうぞ。何着持ってるの？じゃあな。ピンクが好きなのね。床に置いたらラグの出来上がり。気持ちいい。本当だ。何してるの？あっち行ってよ。意地悪。わかったよ、自分で作る。これでね。タオルを平らにしたら切り始めよう。いろんな色のタオルを使ってね。次にこうやって重ねて縫うだけ。怪我をしないように気をつけてね。余分な糸を切ったらタオルを折りたたんでピンで留める。これで最後。あとはタオルを三つ編みにするだけ。楽しい。一つにまとめたら端っこを縫ってね。よし、糸もきれいにして丸くする。大きな円になるように。手作りラグの出来上がり。
柔らかい。どうすごいでしょう。私は高級感のある部屋がいいかな。はい、終了。みんなどうもありがとう。なんとも素晴らしい。結果はどうかな。部屋がどのようになったのか見てみよう。わお、ご覧ください。いい感じに仕上がったね。みんな拍手を。でも勝者は一人。投票をよろしく。ジェラード頑張れ。チームソフィア、ジェラード結婚して。僕結果発表。勝者は名前なんだっけ。ジェラードだよ。ジェラード、そんな頑張ったのに。人生で一番最高の日だよ。ありがとうケビン。ソフィア元気出して。これあげる。金色の鍵、これは全部君のものだよ。うわーい、今日はここまで。ふう、愛してる。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。ほら真似して、腕を振るの合ってる。右左、手はこうするの。はあ、ダメね。とりあえず行こう。あ、鍵が閉まってる。しかもドアノブが取れちゃった。もうちょっと開いてよ。外に出たいんだけど。閉じ込められちゃったね。しょうがない、力仕事するよ。テープ、使えるかも。どのくらい長いか見てみよう。できた。わあ、なるほど。こっち側が私ね。でも待って。そうよ、その通り。必要なものはベッドのみ。本当に？うん。じゃあ手伝ってくれない？わかった。これ近すぎる。ちょっと何？手伝ってほしいんでしょ。そうだけど。まあいいや、自分でやるしかない。ふっ、これ重たいな。箱の中すごい。わあ、いいかも。これだけでも心地いい。箱は何の箱？よくできました。壁なんか地味じゃない？絵の具で模様替えしよう。どれがいいかな。黄色は違う。黒？ぴったりな人知ってる。どういたしまして。あー、これこれ、かわいいでしょ。ほら見て。ピンクって気持ち悪い。何か気をそらすものないかな。いいのがあるわ。美しいカメラ。でも違う。いらない。ちょっと、どうでもいい。もう。でもこれ使えるかも。こうやって切ってね。うわ、完璧。ここからがお楽しみ。絵の具をつけたらポンって押すの。ハートだらけの部屋になる。わあ、素敵。よかったわね。私はもっとダークなのがいい。それに足、じゃじゃん。完璧。ここに引っ掛けて、友達も加える。最高だと思わない？できた。すごく平和でしょ。気に入った？うわ、もちろん最後は雲。それこれは何かな。ねえ、見てみる？フェアリーライトだ。え、あれ？ごめん。でも大丈夫。一体何をしてるの？びっくりした。電気どうしちゃったんだろう。向こうにスイッチあるんじゃない？何か見える？どうしたの？あれ？そこで何してるの？面白い。助
けてくれないの？そうだ、いいこと考えた。このコップの中にグルーガンを入れるの。次に固めのワイヤーをここにくっつける。何個か作ってね。乾いたら糊を足して糸をくっつけるの。ワイヤーにくるくる巻いたら完成。まだまだ、次も固めのワイヤーを使うよ。端っこをねじってつなげたら、こうやって別のワイヤーをねじっていくの。いい感じだよ。仕上がりはこんな感じ。次は下に糸を結んでぐるぐる巻きにするの。ちょっと時間がかかるから完成品を見せるね。ほら、最初に作ったものを中に入れて手作りランプの出来上がり。すごく素敵。わあ。うん、そうね。私はどうしよう。使えるものあるかな。ピンときた。この古いランプを私好みにする時が来たわね。君の出番。みんなしっかり捕まって。できた。色を加えよう。もちろん黒。次は傘の飾り付けをするよ。クラシックな建築、それにおしゃれなシーン。完成。私にぴったり。そうだ、忘れてた。笑わないで。差し込み口がなくても大丈夫。集中集中。ほーら、よし。さすが私ね。確かにすごい。でもこれどこに置こう。あのゴミ何？動いてない？もしかして何かいる？ゆっくり、逃げられないように。やっぱり何か動いてる。なんだろう。見てみるしかない。出られないの？おい、誰かいる？何してるの？散らかっちゃう。うわ、もうちょっと投げるのやめてよ。でもこれ使えるかも。ランプ用のテーブル、自分らしくデザインしなきゃ。グルーガンが大活躍。ピンク大好き。すごく鮮やかだと思わない？こんなに美しいもの他にないと思う。できた。収納もできるの。上にはランプと小物を置く。すっごいでしょ。気に入っちゃった。いた。犯人はやっぱり君ね。うわ、もう大丈夫だよ。あれは見てみよう。古いブレッドケース、これは使えるわね。まずは色の変更。黒じゃないものはいらない。何回か重ねて塗ったらこれで完成。ベッドの横に2つ置く。出来上がり。私にぴったりなナイトスタンド。そう思わない？部屋が仕上がってきた。チーズ。あれ？ダメだ。チーズ。どう？嘘でしょ？はあ、ベティ。何？この鏡小さすぎるの。小さい？それ。どういたしまして？やったー！ありがとう！私も同じの欲しいわ。本当に素敵！集中。それ。違う？すごくよく見える。あ、いいこと考えちゃった。少しだけ改良しちゃおう。もちろん可愛くね。ここがいいかな。素敵。
写真撮ってみよう。うん、どうかな。やった、うん、マシュー、こっち来て。ティナもみんな、私はリリー。今日はこの二人を紹介するね。右はマシュー、普通の男の子、ちょっと困惑してるみたいね。そして左はティナ。うん、ちょっと楽しみだって。さて、本日のチャレンジは部屋の模様替え。嘘、本当に？やった。ふう、ちなみに商品はじゃじゃーん、現金です。すごい。二人とも準備はいい？ここに秘密の箱が三つあるから、ティナとマシュー、一つずつ選んで。これがいい。よし。嘘だろ、クレジットカード？マシューはいくらでも使えるね。そしてティナは残念。でもゲームだからしょうがない。最後の箱はいくら入ってたかな。現金がたくさん。マシューとティナ、それではスタート。わあ、これは無限にお金があれば何でもできるぜ。おお、金の延べ棒がたくさん。重たいけど大丈夫。ティナ、この金の延べ棒見ろよ、すごくない？どうやって使おうかな。よし。うわ、熱っ。綺麗に溶かして、うん、完璧。汗かいてきちゃったよ。十分かな。よく見ててね。金にはグリッターがぴったりキラキラするからね。しっかり混ぜたらブラシ、いくよ。汚くなっちゃえ。うん、いい感じ、綺麗。ブラシにたっぷりつけたら準備 OK。 どうなるかな。何層も重ねるのがポイント。へへ、イメージ通り。うん、どれどれ、使えるものはないかな。これもおらい、こっそり静かに。うわ、うん、どこに行くんだい？こんにちは、これは、支払えないんだったら戻しなさい。まったく。ああ、マシュー、すごいね。ティナ、テープを越えちゃダメだよ。そうだった、とりあえずペンキがあるからいいや。まずは紫、重力に任せてみよう。ああ、いい感じに垂れてきた。そして次は手のひらにペンキをつけて、こうやって広げるの。手形のデザイン。マシュー、ハイタッチ、なんてね。どれどれ、二人ともできたかな。うん、どっちもいい感じ。次はベッド。もうこんなにお金使っちゃったよ。配達よろしく。棚、これでいいかな。あ、ありがとう。その洋服いいな、使える。それ、うわ、僕の洋服が、逃げなきゃ。ここを閉めたら完璧。よし、まずは棚を横にして。完璧、もう何個か用意しよう。やっほー、ここに頼めよ。マットです。うわ、さっきのダメダメダメ、今度こそ取らせない。あ、マットですが。棚の上に置いたらベッドを作る時間。このベッド、下に収納もできるんだ。キラキラの枕、最高。いい感じ。ティナはどう？始めなきゃ。あ、マットです。ちょっと、私が先に見つけたのに。離せ。じゃあね、いい一日を。手に入ってよかった。早く組み立てなきゃ。こうやって隣り合わせに置いたら、よし、基板ができた。それに無料だし、その上にマットレスとシーツ、赤いブランケットもね。カラフルな枕もぴったりよね。わお、二人ともナイスジョブ。部屋っぽくなってきたね。マシューはお昼寝中かな。起きて。うわ、起きてるよ。ティナ、この色素敵ね。ん？ベッドの上に誰か乗ってる。次はこれ。
カートがくるくる回ると便利だと思わない？テーブルよ、この中身のものを使ってね。うわ、ペットボトルは間違いなく使える。カードでお願い。よし、テーブルの出来上がり。ベッドの横に置いておこう。ベッドサイドテーブル。うん、なし、カートの中身も使わないとダメよ。え、タイヤとかいらない。ルールはルール、どうにかして使って。はあ、しょうがないな。タイヤに見えなければいいか。布をかぶせるだけでも変わるはず。よし、全然わからない。まだまだ。ひっくり返したらこの金色の足を取り付けるんだ。そのためには道具が必要だな。楽しいチャレンジ。ネジが簡単に入った。またひっくり返したらじゃーん、全くタイヤに見えないだろ。マシューすごいね。私もやるわよ。よし、これで最後。ダクトテープを使ってこうやってぐるぐる巻くの。固定するようにね。こっちにもつけたらいい感じ。あとはペットボトルにテーブルの表面をつけるだけ。まだ終わってないよ。ここで全部ひっくり返すの。こっちにもテーブルの表面とテープをつける。ここでもしっかり固定してね。熱接着剤の登場。透明じゃなくて赤い熱接着剤を使ってね。わあ、かわいいハートの出来上がり。もちろん糊として使うけど、上にこのフォームを乗せたら黄色い布をかけて。わお、いい感じに仕上がった。二人ともテーブルを見せて。ナイス、ランプ大好き。電球だけあげるね。私からのプレゼント。想像力を働かせて。お誕生日おめでとう。これもらうね。でも大丈夫、その代わりに1万ドル？わお！おもちゃゲット。まずはこの車、金色に塗るんだ。端から端までしっかりね。金色のランプに金色の車、それに金色の兵士。僕のランプかっこいいな。ランプの傘をつけたら完成。いい感じだな。さすが僕。これ見て、レザーのスーツケース、すごくない？しかも中にいろいろ入ってるの。ランプを作るのにぴったり。最初は長い釘を使ってこの2つをつなげるの。きつくね。あとはこのパーツとコード、木の穴すべてにコードを通して完璧。電球準備はできた？こうやってつけたら完成。それにいい色。わお、2人ともランプが素敵。この金色の変身、個性的ね。こっちはモダンでシンプルなデザイン。ティナ、さすがだね。あとは何が必要かな？ちょっと手伝ってもらおう。このケーキ美味しそう。誰だ？もしもし、来てもらえるかな？もちろん。彼に任せよう。あとどのくらいお金残ってるんだろう。1ドルか。壁に飾っておこうかな。はい、ティナ、ゴミ。ちょっとマッシュ、意地悪ね。でもこれ使える。まずはストローを切ったら、端っこに熱接着剤をつけるの。そこにストローをつなげるだけ。こうやって六角形を作るんだ。洗濯バサミと友達の写真を飾ったらデコレーションの出来上がり。ここに飾ったらいつでも笑顔になれる。思い出がたくさんあるからね。ふん、どれどれ、珍しいもの、これだ。よし。うわ、くっついてる。もっと簡単なものないかな。このおじさんでいいや。いくよ。じゃじゃーん、珍しい絵だよ。お、ありがとう、約束のお金。どれどれ、ここでいいかな。違う、テーブルはどうかな。どうしよう。そうだ、おもちゃの箱、これだ。この絵を外したらフレームの色を変える。フレームの色を変える。ここで恐竜登場。ガオー、足に接着剤をつけて出来上がり。これこそ芸術だな。飾っておこう。ナイス。どう、なかなかいい出来。よし、勝つぞ。
わお、二人ともお疲れ様。マシューとティナ、勝者はどっち？ここに現金がたくさんあるよ。二人とも頑張ったけど、今回はマシューの勝ち。ああ、よっしゃ、勝ったぞ。ティナには、はい、これ無限に使えるクレジットカードプレゼントよ。よし、ここが俺たちの新しい家だ。ドアを開けるから目を閉じてて。サプライズなんだ。何それ、面白そう。じゃあ行くよ。覗くのはなしだぞ。あ、いや、見たダメだこれ。もうやめてよアレックス。って、これ何の冗談？資料と全然違うじゃん。こんなにボロボロじゃなかったよな。壁に穴開いてるし、これ最悪だ。ここじゃ暮らせない。どうしろっていうの？大丈夫、任せて。きっとこれはチャレンジなんだ。まずは大掃除。この箱から始めるぞ。めちゃめちゃかかりそうなんだけど、でも始めないことには。なんか触るのも怖いんだけど、ちょっとクモの巣だらけ、気持ち悪い。別に怪我するわけじゃないから平気さ。よく笑ってられるね。おっと、まずかったかも。それでいいの？あー、大変だ。なんでこれが家の中に？こんなの捨てなよ。おお、聞いてきた。筋肉もりもり。いや、しかし大変だ。でもほっとくわけにもな。もうすぐ終わり。変わるよ。ほら、もう良くなった。壁紙のチョイスとしては独特ね。これなんだっけ？よし、これで最後だ。寒い。この穴をなんとかしないと。窓だと思ってた。まあ窓にしては小さいけどな。困ったな、なんとかしないといけない。でもどうする？そうだ、わかったかも。すぐ戻るよ。どこ行くの？じゃーん、これで壁を飾ろうぜ。綺麗だろ？どれにしようね。悩むな。イメージしてみよう。どれも良さげ。好きなの取りなよ。これにしよう。うわ、風が強い。これで塞ごう。これでよし。どうぞ、もっと貼ってこう。完成が楽しみだな。新聞紙より綺麗、カラフルだしね。眺めていて楽しい。だんだん家になってきた。気に入ったかも。斬新で可愛い。どうかなアレックス。いいね、もっと足してみようか。おお、いいね。壁に貼ってこう。キラキラっていいよね。もっと足してこう。わあ、まるで魔法みたいだ。毎日星が眺められる。これ最高じゃない？これで全部だ。よし、やったぜ。おっと、テープがもっと必要だ。今何か言った？って今何してる？あ、何も。目を閉じて。あ、何するの？まだ閉じてるよ。なんだろう、待たせるな。ねえ、何してるのアレックス？あ、ちょっとやらかしたかも。思ってたより大変だこれ。え？はいはい、助けるよ。ありがとう。ぐちゃぐちゃだね。端っこびっけ。ほら、ほどくよ。うわぁ、目が回る。あ、大丈夫？いや、ちょっと吐きそうかも。いや、もう大丈夫。これ使えるよね。いいアイディア。これを壁にかけよう。この高さに。もうちょっと。届かない。じゃあ俺の出番だな。ほら貸して。ここにかけようか。どうだ、俺も届かない。いや、ダメだ、無理だ。ごめんよ、ルナ。どうしたもんかな。そうだ、思いついた。落とさないでよ。よし、届いた。わかった、急いで。ちょっとじっとして、手元が狂う。こっちに置けよ。おい、まだかい。できた。
落ちるぞ。痛かった。アレックス見て、わあ綺麗だな。本当にね、思ってたよりずっといいね。ロマンチックだなね。たまには俺もいい考えあるだろ。一晩中眺めていたい。わあ眩しいな。じゃあ次に取り掛かろう。あれルナ、鼻になんかついてるよ。一体何の話？わ汚いな。それじゃ取れない。そうだ、これを使いな。どこで見つけてきたの？まずは掃除しっかり持ってて。これでよしと。顔が映るぞ。じゃあ汚れを落とそう。わあ顔中だ。オッケー、済んだよ。オッケー、いいね。じゃあこの鏡はここに置こう。割らないでよ、縁起悪いから。ここがいいよね。悪くないね。確かに姿見欲しかった。ってアレックス、鏡がキャッチ。危ないとこだった。オッケー、これでよし。そーっと手を離すからな。ねえアレックス、これ使えないかな。はアクションと、これで鏡を固定しよう。よし置いて。これで終わった。ちょっと待ってて。どこ行くんだい？お庭にちょっと用がね。これで鏡を飾ろうよ。あー、やってみようか。大丈夫、信じてちょうだいって。見てて、ほらいいでしょ、緑の彩り、ナチュラルな感じ。どうかな。いいね、さらにアイディアが浮かんだ。何？もっとライトだ。多すぎるなんてことはない。多すぎるなんてことはない。ほら温かみがあるだろ。これを鏡にもかける。よしできた。どんな問題？ここもクリアだ。そうだ、今度は何をするの？これをずらそう。アレックス、音音、ちょっと運動不足だな。よし、ここでいいだろう。アレックス、さすがにこれひどいよ。何がまずいんだ？見てわかんないの？汚れだらけじゃない？ほら汚すぎるって。スーツケース持ってくる。もう引っ越すの？違うって、取り出したいものがある。シーツで何をするんだ？汚れを覆い隠すの。見えなければ存在しない。ずるいけど使える手でしょ。アレックス、これは何かに使える。どうかな、マフィン型にグラス。あ、わかった、型にグラスを入れるでしょ。小物入れになるよ。さあ入れてみて。もう用意してる。これぴったりだ。文房具が全部入る。それからここにフラミンゴランプ、こっちに星型ランプ、それからぬいぐるみ、かわいいね。ユニコーン大好き。抱きしめるのが楽しみ。それからクッションも欲しいな。そうだね、ここに置いて。座る場所ができた。はあ、疲れたな。ちょっと一休みだ。荷物はどこに置こう？いや大丈夫、ちょっと電話を入れるよ。いや退屈だな。お、電話が来た。もしもし、ちょっと送ってほしいんだけど。アレックスさんに特別便です。わあ、すぐ届いた。これが欲しかったんだ。優れものだぞ。壁に貼り付けるとカバンが下げられる。最高だ、ありがとうアレックス。部屋が見違えた、信じられないね。さすが私たち、苦労した甲斐あった。全然違うね。これぞ新居。最高だ、ナイスだぜ。でどうする、あいつら呼ぶか？パーティーする？いいね。ちょっと待って、もしもし、うちに遊びにおいでよ。おお、コーラだ、爽やかだな。すごくいい内装だね。俺もそう思う、
壁紙もいいなあクリス。待ってて、自分に見とれてるとこ。この向こうには何がある？いや、壁紙には触らないでほしいな。じゃあパーティーしよう。いいね、それ。授業へ行かなきゃ。わあ、見て、これこそがドールハウス。でも私の方がもっと上手に作れる。絶対コンペに参加しよう。ちょっとどいて、私も応募したいの。離して、危ない。わあ、ダメ。どうしてくれるの？ペンが欲しかっただけなの。わあ、え、どうなったの？わ、いた。何よこれ。ここはどこ？あ、これすごい。ドールハウスを作るのにいいかも。何からしようかな。完璧に作りたい。まずは壁を作るの。色紙を使ってね。早いし簡単。それにすごくカラフル。どう思う？気に入ったでしょ？私デザイン得意なんだ。ブリトニーどうしたんだろう。え、もう始めたの？そうだよ、すごい。羨ましいでしょ。インスピレーションが欲しい。違う。これでもない。あ、これならいけるかも。あとは待つだけ。おお、やった。すごくかわいい。気に入った。ほら、見てみて。必要なものが揃ってる。え、気に入らない？大丈夫、私に任せて。金色が必要。高級感あふれるのが好きなんでしょ。変えてあげる。ちょうどいいサイズに切ったらここに貼る。どう？よかった。眠い。あなたも疲れてるの？何もやっていないのに。いいこと考えた。このカーテンにちょっとだけ手を加えるの。チョキチョキ切ってね。これで OK。 段ボールとカーテンでベッドを作るの。心地よさそう。これでぐっすり眠れるよ。つまらないな。家具置かなきゃ。おやすみ。あれいいかも。私たちにも必要。あ、そうだ、ケンドル、ハロー。何してるの？あの材料ちょうだい。お金なら払うから。わあ、これならいろんなものが買える。チョコレート。大丈夫？え、全然足りないって。もっとくれるの？わあ、今日って人生最高の日。おお、早くしてよ。きゃー、私お金持ち。生き出てよかった。はい、全部あげる。やっと。ふわふわのベッドを作ってあげよう。四角く切ったら飾り付けをするの。金色でね。でももう少し華やかさが欲しい。フォームに松針を刺すの。パールみたいでしょ。これが最後。あとは一つにまとめるだけ。ヘッドレストにあったかいブランケットとお枕もね。わあ、すごい。ここに置いておこう。屋根にはリボン。カーテンを取り付けるよ。リラックスできるようにね。完成。寝てみて。おやすみ。はあ、最高。お菓子食べ過ぎた。歯医者さんに怒られるかな。オーケケじゃなくてコケコッコ。もう朝？よく寝た。あれ、人形どこ？そこか。ねえ、そこで何してるの？無視しないで、こっちに来て。聞こえないの？嘘。顔がすごい。チョコレートだらけじゃない。綺麗にしなきゃ。別にいいんだけど。ふてくされないで。はいはい、わかった。お風呂のメイクオーバーが必要ね。金色の絵の具を塗ろう。テクスチャーが素敵。乾いたら端の方に金色のテープをつける。わー、贅沢。お風呂もおしゃれじゃないとね。金色のトイレも用意するよ。改善の余地がある。便座を塗ってグリッターを振りかけるの。タンクには金色のテープがぴったり。金色のチェーンも。こんなトイレ初めて見た。完成。どう？すごく豪華でしょ。家の中に入れておくね。トイレはここ。お風呂はベッドの隣。高級感あふれる浴室になった。お風呂をためるよ。あ、これ使おう。
お風呂に炭酸を入れる。泡が欲しいからね。ミントも加えればジャグジーの出来上がり。はい、入ってリラックスする時間だよ。お菓子を食べる夢って最高。あれ、現実だった？ん？何の匂い？もうやめてよ、臭い。何食べたの？うわ、気絶する。ちょっと臭すぎだって。シャワー浴びないと。ストローしかない。でも大丈夫。ストローをこうやって折ったらハサミを使うの。ここを切ったら曲がる部分にも切り込みを入れるの。パーツを糊でくっつけたら赤と青のビーズをくっつける。次はトイレを作るよ。ベースはフォーム。厚紙を巻いたら便座の出来上がり。必要なものが揃った。壁にシャワーをつけたらトイレの完成。もう少し家っぽくしよう。入ってゴシゴシ洗わないと。ほら、どうぞ。一安心。気持ちいいでしょ、いい匂い。でもドレスが汚れてる。大丈夫、新しい洋服出してあげる。ショッピング大好き、楽しいよね。わお、ワクワクする。何があるかな。いまいちね。違うの試した方がいいかも。どう思う？待って、金色の生地使えるかも。オーダーメイドのドレスを作ろう。まずはテーブルの上に生地を置く。厚紙で型紙を作ったよ。周りを切ってパーツをつなぎ合わせるの。意外と簡単に作れちゃった。試着してみて。うわ、すごい似合う。モデルみたい。ランウェイが似合うわね。リフレッシュ。わあ、早くしなきゃ。気持ちいいでしょ。わあ、いい匂い。え、見てあの洋服。もっとすごいもの作らないと。その前に、この中じゃない。ここはどこ？寝室じゃないみたい。一体何をしてるんだ。はあ、それ使わせて。マスクかい？その中に入ってるよ。やった、ありがとう。違う、これ。待って、これいくら？全部あげる。バイバイ。今の誰？ドレスを作るよ。あ、そうだ、あれが必要。ストロー。おしゃれに仕上がるはず。作るよ。まずはマスクのストラップを取るの。どっちもね。次にマスク自体を切る。真ん中から真っ二つになったら横に並べる。くっつけておれば、これだけで完成。かわいいスカートでしょ。はい。わお、トップスにぴったり。ヘッドスカーフもいい感じ。洋服掛けが必要ね。これでたくさん掛けられるよ。完璧。これ見て、座る場所が必要でしょ。素敵だと思わない？うわー、ダメー、やめて、こんなの無理。え、どこから来たの？椅子がボロボロになっちゃった。そうね。ちょうだい。どうしてこんなことに。ごめんなさい。待って、そうだ、金色で隠そう。完全に忘れてた。ここを折ったら完成。いい感じでしょ。壊れてよかったかも。部屋にぴったりなデザインだし。王座に座ってみて。ケンドル、どう思う？見せて。わお、おしゃれだね。そうだ、私も椅子作れるかも。よーし、スポンジ同士をくっつけたら糊を乗せるの。端っこの方までに生地で包んだら糊でくっつけるよ。丁寧にね。真ん中には黒いフェルト。ひっくり返して後ろと横も同じように作る。ソファーの出来上がり。座ってみて。いい感じでしょ。小物もあるよ。部屋に個性が出てきたでしょ。お腹すいた？ケーキあげる。植物もね。絵なんかどう？
こういうの好き。恋人との写真もね。もう少しで完成。わお、これこそが家。お城みたい。ちょっと、ごめん。それすごくいいね。金色で素敵。それを狙ってたの。あなたのドールハウスは変わってるね。いい意味で。見て、何か起こってる。嘘を買った。おめでとう。わお、嬉しい。やったね。わあ、今日からここに通うのか。とうとう大学か。ちょっとそれ見せて。嘘、同じ部屋じゃん。ルームメイトはガリ勉か。邪魔しないでよね。入って。開かないみたい。なんで、なんでなの。どきな、鍵なんていらないんだよ。そんな難しく考えんなって。想像と違うけど。汚い。片付けが必要みたい。でも個性的かも。信じられない。ゴミ箱の中でさえここより綺麗。そんな悪くないっしょ。ほら始めるよ。私たちでやるの。もちろん。気持ち悪い。雲はペットにしよっかな。なんだこれは。つまんねえ、ゴミゴミ。いった、気をつけてよね。何やってんの。なんか文句でもあんの。え、いや、ないです。まったく。なんか結構激しい系ね。これはゴミ。うわ、くさい。あれ、電気が消えちゃった。助けて。うわ、幽霊、幽霊。あ、いった。こっちにおいで。ゴミがたくさん。ちょっとは良くなったよね。確かによく頑張った。一緒にしたからって友達ずらすんなよ。休憩でもするか。何よ、最悪だな。何よ、カッコつけちゃって。あ、ここに座ろう。恥ずかしい。これ見て、いいこと考えた。まずはゴミ箱を用意するの。段ボールを周りに巻いたらくっつける。上には丸い段ボールを乗せて、ホットグルーガンで円を作ってね。これで OK。 その上にチューブをつけるの。いろんな大きさのチューブを使うのがコツ。あとは色を塗るだけ。うわー、楽しい。この色素敵。いい感じになってきた。乾いたら完成。この本面白いな。ね、見て見て。それ何？新しい椅子、どう思う？素敵でしょ？それに心地いい。お？古いタイヤ？一体どこから？触らないでよね。これから使うから。まずは平らな場所に置いて、白い波状の線を引くの。一周してね。あと少し。ここでくっつける。乾かしたら次は紫色。上半分を塗るんだけど、白い線をぐちゃぐちゃにしたくないから丁寧にするのがコツ。これでいいかな。半分完成。乾かして色を変えてみよう。今度はこっち側を黄色で塗る。細かい部分は細いブラシがおすすめ。黄色と紫の相性は抜群。乾いたら今度はピン張り。タイヤに刺してね。間が均等になるようにピン針にチェーンを引っ掛けて一周する。こんな感じでね。真ん中にブランケットを押し込めば座り心地が良くなるってわけよ。完成。はぁ、リラックス。うん、それは何？私の椅子。すごいでしょ。まあね。ふん。うわ、ママじゃなくて、なんだろう。見てみよう。一体どこから来たの？それ、何？鏡だよ、ほら。これ使えるかも。私のカバンはどこだ？おもちゃがたくさん。そうそう、これ。柔らかい。
楽しい。作ってみよう。ユニコーンに両面テープを貼ったら剥がして鏡にくっつける。他のおもちゃも同じようにね。鏡を一周する感じ。うわー、かわいい。ここに置こう。メイクにぴったりなの。最高。わあ、いいアイディアだな。私も作ってみようっと。私の鏡の方が絶対クールなんだよな。何があるかな。これ使えるかも。でもどうやって鏡にくっつけようかな。うん、やりすぎ。この膨らむフォームならいけるかも。テープなんていらないんだよ。やってみよう。よし、まずは周りにフォームをのせる。生クリームみたいだな。幅を変えないように気をつけて。簡単だろ。それにテープより楽しい。次は飾り付け。虫をフォームにくっつける。フォームが乾く前にね。好きなものがたくさん。虫、ここにネズミを置いたら完成。わお、最高。これこそが鏡ってもんだ。正確にぴったりね。買い物しなきゃ。え、何買うの。壁がつまらない。うん、違うな。次は。なるほど、ちょっと地味。他は何がある。キラッキラ。これにしよう。早く届かないかな。お荷物です。早い。配達員イケメンだといいな。私大丈夫かな。こんにちは、どうぞ。はいはい、今日は忙しいんだ。こんなところに住んでるの。僕の好みじゃない。お、彼女かわいいな。ちょっと長く入れそう。本気かよ。あんたには興味ない。そっか。ガーランド持ってきた。その前にチップ。そうだった、はい。それ1ドル札？嘘だろ、少なすぎる。これしかないの。じゃあな。でもお金払ったのに。ずるい。ナオミ？私に任せてよね。ガリ勉をいじめるなんて。その1ドル貸しな。こら配達員、てめえ何様だ。うっ、やめてください。ママに助けを求めても無駄ってもんだ。これはいらない。ナオミ、はい。私のために取り戻してくれたの。ベティありがとう。ガーランドだ。わお、ありがとう。そこで待ってて、これあげる。なんかのドッキリかよ。優しくされたことなんて今までにないぞ。気に入ってもらえるといいな。わお、ここには惑星。いい感じ。ロックだ。これも可愛い。できたかな。そうだね、ナイスジョブ。ゴミ捨てに行こうぜ。はい。何が入ってるのよ、重たい。回って、よし。棚も必要。ここでいいかな。鏡この上に乗せちゃおう。クマさんはここ、気持ちいいでしょ。ゴミゴミ。イーゼルには絵を乗せなきゃね。さっき描いたんだ。素敵でしょ。デコレーションが個性的。ギターも忘れられない。どう、いい感じ。すっごい。できたね。これがさっきの部屋なんて信じらんない。本当に私たちプロみたい。心地いいね。うん、完璧。ハグって、私たち親友になっちゃった。でもハグは嫌い。はあ、この家の家具全部グレーか白か黒。ソファーの上で何か光ってる。おお、ポップイットだ。しかも虹色。可愛いし楽しい。うわ、何かが起こった。うわ、こっちに来ないで。一体何が起こってるの。もしかして夢。つついてみよう。
あら、こんにちは。こんにちは。髪の毛がすごく綺麗。私のは冴えないのに。悲しまないで。人生に色を足すことはできるわ。まずは髪の毛から。本当に？大丈夫。私に任せて。ピンクを入れてみるわね。こっちは黄色と緑色。完成。どうかしら？気に入った？髪の毛が本当にカラフルになった。わお、気分も明るくなる。まだまだ。見ててね。グリッターの魔法をかけるの。え、いきなり現れた？髪の毛をキラキラにしましょう。この星をつけるのがおすすめ。他の色の宝石もね。オレンジ色の三角形も素敵。少しずつ輝き始めた。宝石と髪の毛の相性は抜群ね。うわー、最高。ウキウキする。それはよかった。でも洋服がちょっと地味すぎる。そうだ、いいこと考えた。うわー、何が起こってるの？大丈夫、ユニコーンの魔法よ。それ。うわー、服が変わった。しかも簡単。白地の T シャツとプラスチックシートを使うの。プラスチックのシートを蝶々の形にして絵の具ローラーにいろんな色をつける。好きな色を使ってね。おすすめは虹色。あとは T シャツに塗るだけ。切り取った部分にコロコロ転がすの。完成。プラスチックシートを取ってみて。かわいいでしょ。うわー、ユニコーン、すごい。ありがとう。カラフルですごく幸せ。あら、でも壁が少しつまらないわね。どうにかしないと。やるわよ。今回は魔法を使わない。うん、テープをまっすぐ壁に貼り付ける。ここの間には短いテープがぴったり。レンガの模様にしたいからね。それっぽい。ユニコーン見て。あら、かわいい。私ってこんな見た目をしているのね。素敵。絵の具ローラーを使うわよ。今回もいろんな色を使うの。絵の具って大好き。塗るだけで落ち着くの。これが最後。隅まで塗れた。ふっ、まさにレインボーウォール。乾いたらテープを剥がすの。うわー、なんか楽しい。それに音がいい。小さいテープは全部外せた。残りのテープも剥がしましょう。それ、エヴァ見て。二つ同時。完成。うわー、想像以上にいい感じ。美しい虹色のレンガの壁。エヴァ、どう思う？気に入った。よかった。今度はそのソファーね。いいこと思いついちゃった。エヴァ失礼。ソファーから降りてもらってもいい？わお、どうやったの？ソファーはどこ？もちろんユニコーンの魔法を使ったのよ。この風船も使わせてもらうわね。袋の中に入れて。私は何をすればいい？答えはこれ。もっと風船を膨らませて。なるほど、もちろんできるよ。素晴らしいわ。その間に私は入れるわね。何個も必要なの。風船がたくさん。ナイス。この黄色い風船で最後。袋を閉めてここを開ける。掃除機がぴったりはまるの。見て、空気が抜けていってる。できたらキャップを元の位置に戻す。エヴァ見てね。他の袋と合わせて置いておくとカラフルな風船ソファーの出来上がり。わお、座ってみてもいい？もちろん、私も。うわー、いい感じ。弾力もある。気に入った。そうだ、電気が必要。この棚をどけて。なんてこんなに重たいの。こうなったら力いっぱい押すしかない。エヴァ、ユニコーンの魔法に任せて。うわ、ありがとう。このカーテンをどけるね。どれどれ。エヴァったら手伝ってあげる。ありがとう。こんがらがっちゃった。そうならないために対策があるわ。この毛糸を使うの。まずは手の周りにぐるぐる巻く。
OK。 できたら指から外すの。真ん中にもしっかり巻いたら結んでハサミを使う。この部分を切るためにね、最後までしっかり切るのがポイント。完璧。毛糸のボールの出来上がり。ほら、他の色でも作っておいたの。結べるように長い毛糸を残してね。余分な糸を切ったら完成。見て、新しいカーテンの出来上がり。かわいいでしょ。思わず笑顔になっちゃう。いろんな色といろんなサイズ。太陽に当たるとすごく綺麗なの。部屋が明るくなるわ。ユニコーンありがとう。どういたしまして。でもまだまだできることがありそうね。今度もカラフルなボールを使おう。今回はホットグルーの助けを借りるね。ボールに糊を少しつけて椅子にくっつける。他のボールも全部レインボー模様に並べるの。じゃじゃーん。エヴァ見て、これで床に座る必要はないわ。うわー、座り心地がいい。やった。見て、この絵描いたの私のために。うわー、ありがとう。ここに飾っておきましょう。ここ、そうだ、いいこと思いついちゃった。白紙とホットグルーを使うの。くねっとした線を描いたら毛糸を貼ってね。いろんな色の毛糸を使って繰り返す。今度ももちろんレインボー。全部埋まるまで頑張って。これが最後の毛糸。完成。他の絵の隣に飾っておきましょう。ユニコーンすごい。美術館に来たみたい。たくさんあって嬉しい。よかった、レインボーが溢れる部屋になったわね。レインボーの壁にソファー、壁にかけた絵に窓の飾り。でもこの壁はまだね。ここだけ地味なのは違和感ある。よし、ユニコーンの魔法、今度は大きいわよ。力を集めて、それ。え、それだけ？あら、もっと大きくなるはずだったんだけど。大丈夫、もう少し力を集めてみるね。まあいいけど。そうね。うわ、お城のプレイハウス。ずっと欲しかったんだ。でもまだ終わっていないわ。ちょっと待ってて。この魔法何回か繰り返さなきゃいけないみたい。最後の力を込めて、今度はどうだ。うわー、うっそ。うん、これこれ、入ってみて。すごい、私だけのお城だ。私サイズの。エヴァ、お城はどう？いい感じ。こっちにおいで。はーい、このお城大好き。レインボーテーマのお部屋の模様替え大成功。うん、最初はモノトーンで暗かったのに。すごい。エヴァの力に慣れてよかった。これが最後の魔法よ。動かないでね。うそ、角が生えてきた。これってもしかして。そう、あなたもユニコーン、私みたいにね。夢が叶っちゃった。ユニコーン姉妹ね。魔法を使ってみよう。あら、初めてのユニコーンレインボー。わーお、やった。本当にありがとう。私の役目はこれで終わり。今までで一番最高の日になっちゃった。あれいない、一生忘れないよ。バイバイ。あの服可愛かった、似合ってたよ。じゃあ今度買おうかな。ん、あれは何？うわ、アシュリー見て。何？どういうこと？10ドルか1万ドルか投げてみる？そうだね、やってみよう。いい？ワクワクするね。どうやら私がラッキー。え、私が見つけたっていうのに。まあルールはルール。うわ、これすごい、全部私の。最高じゃん。もう嫌になってきた。私のスーツケースはどこ？あんたの分はこんだけ。そりゃどうも。よし、始めよう。
なになに？真夜中なのに眩しい必要ある？ああ、起きちゃいました。ほんと鬱陶しい。もう一回寝る。ああ、もうなんとかしないと。ちょっと何やってんの？真夜中だよ。もしもし、来てくれます？なんでしょ？カーテンが欲しい。かしこまり。ゴージャスなサンプルあります。これをもらうわ。はい、それでは寸法を。作業開始。長くはかかりません。早くして、眠いからって。気をつけて。おしまい。いかがでしょう？いいね。じゃあ支払い。これだけ？ご冗談を。わかった。ほら、毎度あり、毎度あり。ったく、まあでも寝れるからいいや。それはどうでしょうね。おや、いいカーテンをお持ちで。お、見つけた、別のターゲット。もうちょっと、寝ようとしてんだけど。お隣はカーテンか。いいね、カーテン。でもそんないいものは持ってない。どうすればいいかな。この毛布を使う。この毛布を広げて端を折る。ひたすらこのまま折り続けたら蛇腹状になるね。真ん中をぎゅーっと閉じて穴開けパンチで穴を開ける。かわいい。そしたら紐で結ぶ。穴に紐を通して反対側も引っ張る。これを広げると、よし、できた。窓にかけよう。これで光が通らない。ブー。おやおや、それは困りました。では、おはようございます。この本やめられないな。次が気になる。面白い。本当退屈。何かすることないの？え、何これ。わお。もしもし、注文いい？対応が早い。はい、どうぞ。これが欲しかったの。パーフェクト。ん、何あれ。まあいいか、使うのが楽しみ。これで私専用のナイトクラブが。すごいでしょ。ね、うお、すごい。わ、すごい。私も入れて。ダメ。うわふー。意地悪。あれ、止まったんだけど。あ、そうだ。ねえ、これがあるよ。すごいやつ。紙パックの上を切って星を切り抜く。内側には紙を貼る。色を塗ったらパーティーの準備。よし、あと必要なのは振り付けだけ。どうかな。このランプにかぶせればパーティーの準備。よし。わあ、あっち行こう。すごいじゃん。最高。かわいい。わあ、本当に綺麗。アシュリー、何してんの？静かに。気が散る。難しいの。あー、ナイス。それいけー。あー、負けた。なになに？そうだ。まあ楽しそうだけど、私もやれたらね。アシュリー、私もやっていい？あんたが本気？ダメだと思った。ま、いいけど。うぅ、いったたたたた。ちょっと音下げて。あ、ジェニファーから電話。どうしたの？おお、今がチャンスだ。このために訓練をしてたんだ。そーっとそーっと。
ゲット。よし急ごう。コントローラーの輪郭を取る。いい感じだね。マジックはもういらない。完全犯罪っと。よし、ゲーム再開。気づいてもいない。あとはこれを完成させる。切り抜かないとだね。4つに分けると切りやすいよ。これはいらない。端っこに接着剤を塗って、このなみなみの段ボールを貼る。これを接着剤につける。形を整えたら上にもう1枚段ボール。いい感じ。でもまだ終わらない。これで完成。よし、ゲーマーになったぞ。わお、これ超クール。必要なのは想像力だけ。超面白い。おっと、危なかった。それいけ。何してんの。ただの段ボールで。まあ楽しいんならいいか。やった、勝った。わお、今の見た。すごいね。じゃもう1ゲーム。あ、クリスだ。イタリアにいるんだ。いいね。自分も写真アップしよう。気に入ってくれるはず。角度を決めて可愛く写る。さてどうかな。ちょっと何？写りはいいけど後ろになんか、もうアップできない。別の角度は違う。ダメ。そうだ、ちょっと電話して。もしもし、自撮りがやばいんだけど、なんとかして。よろしく。今度は何を。あとは待つだけ。うわ、重かった。わお、用意しました、お支払いや。楽しんで。これが欲しかった。わあ、パーフェクト。旅行したかったんだ。行き先はいろいろ。おお、パリだ。笑って。これいいかな。いいねがたくさん。大人気だ私。羨ましいな。私もやりたい。そうだ、思いついた。この段ボールで部屋にいながら世界が見れる。それじゃあクリエイティブに。まずフレームを作ろう。それを切り抜く。そしたらこのフレームを貼って、しっかり押さえてくっつける。次は細く切った段ボールに糊を塗る。そしたらこうやって十字に貼る。まるで窓みたいにね。シャッターも作ったよ。これを壁にかけたらパーフェクトなスポットに。あー、パーリー。それより山がいいかな。イタリアはどう。さっと写真を撮ろう。うおー、これいいじゃん。さて、テレビは何やってる。コツはハケを使うこと。つまんな。そしてちょっと今なんつった。てか汚い家、こんなの初めてだわ。ひどすぎる。なんとかしてあげましょう。ちょっと失礼。なかなかのチャレンジね。目覚まして。ほら、テレビに出てるセレブだよ。起きて。あんた、もう無理だわ。かくなる上は起きろー。起きた起きた。それでよし。はい、これ使って。わあ、楽しそう。じゃ始めるよ。それじゃあまずはお掃除。雲が出ないといいけど。掃除するのいつぶり。昼寝します。ほこりなし。あ、あれちょっと、枕よこせ。疲
凝ってたの。寝るのをやめろ。痛い、くらえ。なんのこれしき、やめて。手伝いに来たのに部屋ひどすぎ。前よりやばいかも。まあでもひらめいたね。この LED を壁に貼って、ここにも。これならいい感じでしょ。あとはテープ、簡単ね。そしたらお楽しみ、綿をテープの周りに貼って LED を隠しちゃう。ふわふわだね。うわっ、なんか顔についてる。どうも。じゃーん、うわー、これ何？クモライト。わー、癒される。いいね、綺麗だ。わあ、天才だね。じゃあお次は、アイディアがたくさん。ごちそうだ、ポリハラって。近づきたくない。いや、でももうすぐご飯。え、やべえ、戻ってこい。どうしちゃったの。あ、今のは段ボールがたくさん使えるね。じゃあやろう。アートの才能を輝かせて、ファストフードなんちゃって。まあいっか。横に線を引いて、クレースなら気に入るはず。自分の才能が怖い。じゃあ切り始めよう。待て、やっぱお友達に。大丈夫、これでいいね。組み合わせて、隙間に差し込めば組み立てられる。丈夫にもなるしね。これをシーツで覆えばよし。これで新しいソファーの出来上がり。あとは可愛いクッションと、これでお部屋が良くなった。助けて、ネズミにこじられる。私ビーガンなんで。んーじゃ、危なかった。これ座りやすい。暑いな。大丈夫、これがあるよ。一つあげる。ちょうどよかった。うん、おいしい。あ、うっかりした。テーブルがあればな。いいよ、先週はラーメンこぼしたし。ラーメンといえばおいしいお店があるんだ。今度行こう。使えるものはないね。今の誰？このテーブル違う。手伝ってくれても。ああ、これだ。悪いけど、三輪車ちょうだい。チョコレートと交換するよ。どうぞ。じゃあくれる？え？交渉上手だな。新しいスマホもつける？いい。じゃあそれちょうだい。じゃあしょうがない、これもあげる。いいや。うわ、なんだなんだ。私が持つよ。三輪車はご自由にどうぞ。素敵な家族。じゃあ始めよう。まずは三輪車を金色に。これで高級感をね、くまなく塗るよ。車輪にもペンキが乾いたら上にガラス板を乗せる。楽しいテーブル。ラーメンを頼もうかな。あれ、なにこれ。わあ、夢のテーブル、すごい。食べるもの欲しいよね。ポップコーンをどうぞ。テーブルがなかったなんて信じられないな。で、ラーメン屋さん美味しいんだよ。私の部屋は飾ってないのよ。テレビのセットだし。なんか臭くない？あなたの足もそうだけど、絨毯がダメね。
掃除機持ってなくてさ、なんとかしないとね。そうね、じゃあゴミを避けようか。ポップコーンの雨よ。お、探してたメガネだ。ゴミが大量に。おお、替えの靴下だ。ちょっと食事中なんですけど。うわ、怖いよ。いって、もういい、引っ越す。出て行きなさい。終わった。ちょっと考える。あ、そうだ、誰と話してるんだろう。まずは絨毯にテープを貼って仕切っていく。適当な形にね。このテープを頼りに色をスプレー。それぞれの場所を違う色にすれば、まるでアート作品みたいになるよ。あとはテープを剥がして。ああ、どう？同じ絨毯とは思えない。素敵だね。ありがとう。見違えたな。うわ、これって同じ部屋なの？あとは最後の仕上げだね。あのトランクの中は？開けてみて。いや、中身が何か知らないんだ。見てみよう。これ使えそう。ずっと良くなったね。これいいじゃない。持ってたの忘れてたわ。これで全部っぽい。いい感じでしょ。さすがだね。いや、でも私の格好が今度はダサい。でも大丈夫。変身させるのは部屋ばかりじゃないよ。これはいらないね。うわ、ありがとう。どれも綺麗だね。気に入ってくれてよかった。あれ、あなたの部屋どうやらもう一仕事ありそうね。今日もいい日だな。あれ、誰かからメール。ママだ。え、嘘だろ。子犬だといいな。あ、こりゃひどい。もうちょっと楽だと思ったんだけどな。いや、ぐちゃぐちゃがすぎるよ。どうしてこんなことに。とんだサプライズだよ。なんだか悲しくなるな。まあまあ、どうしてなんだ。ピカチュウがいるけどこんな目に遭わされるだなんて。君が唯一の友達だ。は？何が起きてる？なんだ。いや、激しかったな。あ、どうも。汚くてごめん。今掃除するから手伝うよ。はい、どうぞ。ちょ、顔にかかってるって。じゃ、善は急げ。さっさと始めよう。俺は保安官、この町を掃除しに来た。てか、この部屋か。運が悪かったな、お前。おお、結構やるな。通りは安全だ。それじゃブルーを助けよう。大丈夫、俺がついてる。もう大丈夫だぞ。これを取ってやる。今の何？ああ、そういうこと。さっきの早打ち見てたかい？英雄的だろ。これなんだ？捨てちゃえばいいか。何してんだろ。ちょっと、どういうつもり？クリス、これ捨てちゃダメ。ゴミじゃないって。ほら、ランプなの。どいて。なんて乱暴な。これでよし。ほら、遊んでる暇なんてないよ。あ、やったな、この。なんて言ったっけ。クリス、最後の警告だよ。あ、そうだ、ひらめいたかも。きっと気に入るよ。まずロープを用意。短く切ろう。地味だから色も塗って。グルーガンを用意。端っこにちょっとつけるよ。ちょっとでいい。反対側もね。そしたら輪っかにする。
端っこ同士を押し付ける。これがあればよし。あさあくっつけるぞ。ここに接着剤を出して風船につける。全体に貼り付けるよ。ここからがお楽しみ。風船が割る。あとは引っ張り出そう。これでランプのシェードができた。あと何が足りないかというと冠、ブルーみたいだね。ナイス。わあ、これすごいや。でしょ、思ってたよりいいんじゃない。私のロープのおかげね。あ、床がゴミだらけ。うん、気分が良くない。風邪をひいた気がするな。なんでこんなに汚れてる。これはちょっとかかるな。おう、このクレヨン探してたんだ。うわー汚いな。けどしょうがないか。って何してんの、それ鼻水。吐きそうなんだけど。なんとか落ち着かせよう。何の途中だっけ。やったぞ。ほら見てよ、最新作どうかな。俺たち二人、へえ可愛いじゃんか。私もなんか書こう。あれクレヨンはその辺落ちてない、ソファーの下かな。おお見つけた見つけた、よし。って嘘でしょ、これもしかして。クリス、トイトレ済んでないの。いやほんとマジで。何の話してる。ああちょっと小腹が空いてさ。チョコスプレッド好きなんだ。ってもしかして勘違い、うんこだと思った。ああよかった。次はスプーン使って待って。なんとかできそう。この布を使うよ。あとはバケツ。うんこれいけそう。ちょっと待ってて。ねえクリス、これを見て。このバケツを壁に貼る。色を変えて並べていけばまるで虹。ここにおもちゃを分けて入れられる。文房具もね、全部が整理整頓。そう、その反応が欲しかった。キャッチ。絵に色を塗って使い終わったらしまうんだよ。一歩ずつやっていこう。これはどこにやろう。待った。あれ誰かいるな。シャラララ、ひえ知らない人だ。おう、失礼しました。ピカチュウ、あ見せたいものがあるんだ。可愛くはないけど。何の話。写真を撮ったらずっと残るよ。あートラウマになりそう。なんとかしよう。毎朝あれ見るの困る。でもどうする。考えよう。そうだ、わかったぞ。この絵はどう。あーそれなんだ。ほら隠しちゃえ。その手何してんの。いやクールかなって。よし、シャワー男隠れた。サプライズ。うまくいかないか。そうだ、思いついたぞ。じゃあ見せてもらおうじゃん。これを使えばいい。趣味はビーチの散歩で、私もお互い気が合いそう。これで隠せるぞ。仲良くなり始めてたのに。電話して。どんな問題。無駄なアートってことにしよう。まだピカチュウに会いたいな。おう、おかえり、梅だね。いや、また会えたね。ずっといるよ、あいつ。どうすればいいんだ。あいつとシャンプーがトラウマだ。この紙ナプキン使えるかな。もっと早く気づいていれば。これを使うんだ。両側を持って折りたたんでいく。膝を作るんだ。真ん中をつまんで大切りする。これでもうおさらばだ。たくさん作ってさらに貼る。どうかな。ねえこれ持ってき。消えちゃったよ。俺も知らない、危ないとこだった。まこのアート素敵だからいいか。これ疲れる、最悪だ。カーペットが汚すぎる。掃除とソーダ最高。守備ルバー、あこれがいいんだ。調子はどう。これくらいかな。お次は何。えクリス。ああピカチュウ。いつも遊んでばっかりじゃん。
俺の歌は嫌いか？みんな批判する。フリースタイルだ。ポップでロックだ、ベイビー。シャラララウィードゥーダダー。ああ、やっちゃったかも。わあ、どうしよう。掃除しなくっちゃ。でもどうする？いや、俺じゃない。シャワーのやつが。物に飲んでたでしょうが。もうたくさん。これは捨てるよ。ってなると困る。拭かなくっちゃ。出てこい。いや、全然ダメだ。あー、これ怒られるぞ。模様ってことにできないかな。あ、そうだ。アウチ。簡単だ。テープを使う。じゃあ始めるぞ。これをカーペットに貼る。二つに分けるんだ。斜めにね。そしたら小さく切る。そしたら絵の具を用意。それぞれを別の色に塗る。テープを境目にするぞ。これでシミを隠すからね。順調順調。終わったらテープを剥がす。あー、これ気持ちいい。わー、カラフルだ。自分でもびっくりする。コーラのシミも消えてくれた。ピカチュウも描くぞ。何やってるわけ、うん、新しい絨毯？いや、ちょっと試してみたんだ。わー、すごいじゃん。なかなかやるね。あー、君のために何かしたくって。ほら、早く待ち遠しいわ。やっとだね。中入ろう。ルミ、準備はいい？あれ、こんな場所だったっけ？雲、なんか増えてない？こんなに多かったっけ？気持ち悪い。どうにかしなきゃ。よし、行くよ。模様替え大好き。この壁紙はいらない。くっついてる。わあ、大丈夫？電気が消えた。何が起こってるの？全然笑えない。もうこうなったら。ベッドを片付けよ。はい、押して。ゴーゴー。重すぎる。なんだか楽しいね。うん、頑張っちゃおう。じゃじゃーん。私すごくない？この柄誰の趣味？雑誌ももう読んだし、あと少しできた。うん。あ、まだ残ってたみたい。大丈夫、剥がせば OK。 うんこの絵なんて誰が描いたの？わあ、これは何？雪？楽しいな。ちょっとやめてよね。やめか、逃げろ。危なかった。ギリギリセーフ。ねえ、もしかして同じこと考えてる？ここにフォームのタイルを置いたら、長方形の段ボールを使うの。ファイルの上で外側をなぞって、これを何度か繰り返すの。このようなパターンになるまでね。次にフォームに切り込みを入れる。なるべく浅くインクを取り除くように。線をなぞれば問題なし。こんな感じ。インクを覆うように白いペンキを隙間に入れてね。タイルも色を塗っちゃおう。このようにペンキを置いたら、しっかり伸ばすの。フォームのおかげでテクスチャーがいい感じ。よし、設置しよう。うんこの絵もこれで見えない。最高。ナイスジョーブ。あれ、ピンポン鳴った？誰ですか？こんにちは。クレイジーなドリルはいりませんか？いらない。ちょっと待って、このフライパンはいかがですか？いらないです。買っちゃう。じゃなくて、いらない。ミステリーのプレゼントはたったの2ドルですよ。お願い、買っていい？しょうがないな。よし、売れた。お金ください。
バイバイ。中身は何かな、開けてみよう。わあ、鏡だ。欲しかったの。包みを取り除いて。ん？これは何？フレームが壊れてる。このままじゃ飾れない。え、待って。よし、これが使える。クマさん、ごめんね。中身をちょうだい。古い鏡をきれいに見せるにはこのコツがおすすめ。LED ライトをフレームにつけて、角はこうやって少し曲げるの。一つになるように気をつけてね。できたら上に糊をつける。たっぷりつけるのがポイント。交互にのせるのがおすすめ。あと少し。今度は綿を上にのせて固定するようにしっかり押してね。フレームの端から端までしっかりのせて、LED ライトを隠すの。できたら蝶々を上に乗せて完成。家にぴったりのおしゃれな鏡。ライトがいい感じ。わあ、すごい。まるで自然の一部みたい。今日も素敵。なんだか眠くなってきちゃった。気持ちいい。来てくれてありがとう。もちろん。チュッチュッチュー。わあ、よく寝た。うわ、ナオミ起きて。どうしたの？見て。また枕にチューしてたの？夢にイケメンが出てきたかな。大丈夫、私に任せて。娘ね。はい、もしもし。ママ、枕に口紅がついちゃったの、助けて。待ってて、緊急事態ね。今行くよ。ママが助けてあげる。それ出発。大丈夫？ママ、ハロー。これ見て。ね。大丈夫よ、私に任せて。端っこにテープをつけたら、小さいテープをこうやってつけるの。三角の形にしてね。下の方まで同じことを繰り返して、隙間がないように埋めてね。できたらこのテープを剥がして、こんな感じ。他のテープが剥がれないように気をつけてね。パターンになるように他の部分も剥がしたら、ブラシを使って色を塗るの。三角の中を埋めるようにね。テープはボーダー代わりになるわよ。いろんな色を使うのがおすすめ。ペンキが乾いたらテープを剥がすの。リラックス効果が抜群。ゆっくり気をつけて剥がしてね。端っこのテープも口紅の跡が気にならなくなった。ほら、どう？素敵でしょ。わあ、すごい。ありがとう、ママ。そうだ、写真を撮りましょう。はい、チーズ。かわいい。よかった。バイバイ。私の作品の中でも一番の出来。綺麗。私芸術得意だわ。あら、やだ、この部屋どうしちゃったの。エッシー、何してるの。ママ、なんてこと。さて、こんなに散らかしては置けないわ。ダメ、全部片付けちゃうわね。これはこっち、これはあっち。子供一人でこれだけ散らかせるなんて謎だわ。この家具を所定の場所に戻してっと。ああ、大変だった。疲れちゃったわよ。エッシー、準備はいい？ペンキ塗りをしましょうね。この部屋には紫がいいわね。一層だけで十分だといいけど。さて、と終了。どうかしら、エッシー、気に入った？紫大好き。さてと、このスペースをどう生かそうかしら。照明がいいわね。でもそれだけで十分かしら。バーン。お化けの私にびっくりしたでしょ。バーン。ママ、ママ、見てよ、私お化けだよ。もしかして、あら、エッシー、いたのね。これちょうどいいわね。持ってきてくれてありがとう。助かるわ。
おお。イエーイ。あら、何かしら。エッシーが月に見立てて遊んでたボールね。そうだわ、これ私のデザインに使えるじゃない。さてと、ボールを用意して半分に切断するわよ。これでパーツが2つ。まずはこっちを変身させるわね。絵の具を投入。オレンジ色から始めましょう。絵の具で発泡スチロールに色付けするわよ。さてと、塗り終えたわね。質感を出すためにこのスポンジ筆を使いましょう。茶色を塗り込んでいくのよ。スポンジで白も入れていきましょう。茶色の間のオレンジ部分を埋めてね。さてと、よし、なかなかいい仕上がりね。見てちょうだい、かわいい火星と太陽系の他の惑星たち。おー、やだわ。うわー、私の部屋、惑星や星がある、全部私のために。もちろんよ、宇宙飛行士は宇宙探索しないとね。うわー、眠い、寝ないと。さあ、お星様、一緒にお昼寝しよう。火星にはリスが多いな。あらまあ、硬い床の上で寝るなんて。そんなのダメよ、クッションか何かを引かないと。このパズルマットが使えるわね。あとはマットにエッシーを転がせば快適にお昼寝できるわ。うん、これでよし。まったく、もうはみ出しちゃったわ。転がして戻すしかないわね。親も楽じゃない。この問題を解決する方法があれば。思いついたわ。これをここに移動させて反対側にも棚を設置するの。さらに頭の上にももう一つ。よし、これは動かすのに力がいるわね。マットレスは動かすのが大変だわ。まず一つ、それからこっち側にももう一つ。よしと、次はシーツね。もっと見栄えを良くしないと。可愛いじゃない。もちろんベッドには枕も欠かせないわ。よく寝た。いて、なんで私こんなところに。いってて。え、うわー、ベッドだ、お星様の。ママ、ベッド作ったの。私のベッド。もちろんあなたのよ。棚うてからーんと。ユニコーンと植物。本は欠かせないよね。あとユニコーン。ゲームのコントローラーと人形。ここにはお菓子とおもちゃもいるね。よし、全部棚に収まった。就寝タイム。いい子ね。はい、お布団かけてあげるわ。ゆっくり休んでね。かわいい、寝てくれてよかったわ。リスに私の隕石を盗まれた。よっしゃ、自己記録更新だ。ダメ、なし。こういうのが欲しいんじゃないのよ。イエーイ、ピーピー、危ないよ、全身ブンブンブン。お腹空いてきちゃった。何か食べたいな。そうだ、シリアルがある。美味しいんだ。三輪車に入れちゃおう。やった、シリアル入り三輪車、最高じゃん。トラさんだぞ、全部食べちゃうもんね。あの子何してるのかしら。こっちは真剣なのに、三輪車のカゴからシリアルを食べる娘って。これはどうにかするべきね。ダメだわ。ごめんね、エッシー。三輪車はお預け。すぐ戻るから。さて、こっちに三輪車を移動させて、手袋、マスク、スプレーペイントを用意したわ。早速作業を始めて、三輪車にスプレーしましょう。こっちの色の方が断然いいわね。全部しっかりカバーしないと。今度は黄色を使って色付けしていきましょう。なかなかいい感じの仕上がりね。次は緑色よ。あら、この色いいじゃない。今度はレモン色。綺麗ね。よし、さて、次のステップに進みましょう。このガラス板は信じられないくらいの重さね。固定しないと。じゃーん、完成。三輪車が可愛いテーブルに大変身。正直、ただのテーブル以上ね。アート作品と言ってもいいわ。エッシー、こんなの用意したのよ。わー、私の部屋用の机。見て、お人形さん、シリアルだよ。はい、どうぞ。さて、虎じゃなくて人間らしく食べなさいね。うん、サメみたいに食べてやる。まいったいと。あらあら、まったく。このマスカラいいわね。私に合ってるわ。しっかりつけていかないとね。ん、ない、パレットが消えた。ああ、なるほど。うわー、メイク、私美人、超綺麗。やらわ、このエピソード面白いじゃない。この俳優見たことあるわね。誰だったかしら。あら、スマホがない。
もうエッシーたら、スマホのカメラを鏡に使っちゃおう。私の顔見てみたいんだもん。猫耳いい感じ、最高だよね。私って最高、世界一だね。エッシー、私のメイクとスマホで何してるの？これはどうにかしないとダメね。どれどれ、ここに使えるものはないかしら。さてと、あら、姿見ね。ちょっと古びてるけれど、まだ使えるんじゃないかしら。コーキングは必要ね。ここから始めましょう。このままにできないもの。楽しい線をこんな感じで入れていきましょう。よしと、そしたらこの部分を埋めて、いいわね。そしたら次のステップ、キッチンスポンジが必要よ。ポンポンしてブレンドさせるの。ポンポンするといい感じね。ふわふわの雲みたいだわ。さてと、次はライトね。みんな好きでしょ。上から綿を貼り付けましょう。あら、いいじゃない。エッシー、まだ目を閉じててね。サプライズがあるの。あともう少し。いいわよ、見てちょうだい。うわ、鏡だ。ママが作ったの、私だけのために。私みたいに素敵。写真撮っちゃおう。私も写ってる。すごいよママ。やった、喜んでくれて嬉しいわ。はあ、疲れた。リラックスしてこよう。ジュース、うん、まっ、クッキー、やった、動画。さてと、ここにバスマットを置いておくわね。いい感じ。あら、エッシー、顔にクッキーのカスがついてるわよ。可愛いんだから、動画を楽しんでね。作業に戻らないと。そうだ、生クリーム。お菓子がなくなった。もう足りないよ。あった、ジュースこぼしちゃった。やばい、どうかしたの？ママ大丈夫だよ、こっちには来ないでね。ジュース落ちないよ。あ、そうだ、テープ、テープは修理に最適だもん。これを使おう。ラグにテープを貼ってっと。あ、ひらめいちゃった。ペイントショー、色塗りって楽しいよね。いろんな色を使うんだ。カラフルっていいでしょ。赤、オレンジ、黄、緑、青、最高の色だね。よし、色付け完了。テープを剥がそう。もう必要ないもんね。やった、最高のラグじゃん。お、ママ、エッシー、何してるの？やだ、エッシーがやったの？いいじゃない。危なかった。ほら、早く。待ち遠しいわ。やっとだね。中入ろう。ルミ、準備はいい？あれ？こんな場所だったっけ？雲、なんか増えてない？こんなに多かったっけ？気持ち悪い。どうにかしなきゃ。よし、行くよ。模様替え大好き。この壁紙はいらない。くっついてる。わあ！大丈夫？電気が消えた。何が起こってるの？全然笑えない。もうこうなったら。ベッドを片付けよう。はい、押して、カンカン。重すぎる。なんだか楽しいね。うん、頑張っちゃおう。じゃじゃーん、私すごくない？この彼誰の趣味？雑誌ももう読んだし、あと少しできた。ふう、あ、まだ残ってたみたい。大丈夫、剥がせば OK。 うんこの絵なんて誰が描いたの？わあ、これは何？雪？楽しいな。ちょっとやめてよね。やめか、逃げろ。危なかった、ギリギリセーフ。ねえ、もしかして同じこと考えてる？ここにフォームのタイルを置いたら、長方形の段ボールを使うの。タイルの上で外側をなぞって、これを何度か繰り返すの。このようなパターンになるまでね。次にフォームに切り込みを入れる。なるべく浅くインクを取り除くように。線をなぞれば問題なし。こんな感じ。インクを覆うように白いペンキを隙間に入れてね。
タイルも色を塗っちゃおう。このようにペンキを置いたらしっかり伸ばすの。フォームのおかげでテクスチャーがいい感じ。よし、設置しよう。うんこの絵もこれで見えない。最高、ナイスジョブ。あれ、ピンポン鳴った？誰ですか？こんにちは。クレイジーなドリルはいりませんか？いらない。ちょっと待って、このフライパンはいかがですか？いらないです。買っちゃう、じゃなくて、いらない。ミステリーのプレゼントはたったの2ドルですよ。お願い、買っていい？しょうがないな。よし、売れた。お金ください。バイバイ。中身は何かな、開けてみよう。わあ、鏡だ。欲しかったの。包みを取り除いて。ん？これは何？フレームが壊れてる。このままじゃ飾れない。え、待って。よし、これが使える。クマさん、ごめんね。中身をちょうだい。古い鏡をきれいに見せるにはこのコツがおすすめ。LED ライトをフレームにつけて、角はこうやって少し曲げるの。一つになるように気をつけてね。できたら上に糊をつける。たっぷりつけるのがポイント。交互にのせるのがおすすめ。あと少し。今度は綿を上にのせて固定するようにしっかり押してね。フレームの端から端までしっかりのせて、LED ライトを隠すの。できたら蝶々を上に乗せて完成。家にぴったりのおしゃれな鏡。ライトがいい感じ。わあ、すごい。まるで自然の一部みたい。今日も素敵。なんだか眠くなってきちゃった。気持ちいい。ありがとう。もちろん。チュッチュッチュン。わあ、よく寝た。ナオミ、起きて。どうしたの？見て、また枕にチューしてたの。夢にイケメンが出てきたから。大丈夫、私に任せて。娘ね。はい、もしもし、ママ、枕に口紅がついちゃったの、助けて。待ってて、緊急事態ね。今行くよ、ママが助けてあげる。それ出発。大丈夫？ママ、ハロー。これ見てね。大丈夫よ、私に任せて。端っこにテープをつけたら、小さいテープをこうやってつけるの。三角の形にしてね。下の方まで同じことを繰り返して、隙間がないように埋めてね。できたらこのテープを剥がして、こんな感じ。他のテープが剥がれないように気をつけてね。パターンになるように他の部分も剥がしたら、ブラシを使って色を塗るの。三角の中を埋めるようにね。テープはボーダー代わりになるわよ。いろんな色を使うのがおすすめ。ペンキが乾いたらテープを剥がすの。リラックス効果が抜群。ゆっくり気をつけて剥がしてね。端っこのテープも口紅の跡が気にならなくなった。ほら、どう？素敵でしょ？わあ、すごい！ありがとう、ママ。そうだ、写真を撮りましょう。はい、チーズ。かわいい。よかった。バイバイ。どこに飾ろうか？違う。ここもダメ。見て、芸術作品になっちゃった。なんて使えない。
どうしよう。あれは誰？どうしたの？メモ？ありがとう。開けてみて。コードみたい。あの金庫ずっとあったっけ？宝物が入ってたりして。コードを入れてみよう。何が入ってるのかな。竹串をテーブルの上に置いたら、端っこに熱接着剤をつけて大きなフレームを作るの。真ん中に竹串をくっつけて半分にしてね。横向きにも竹串を位置したら、下の方までしっかり詰める。縦も同じようにしたら色を塗ってみて。好きなデザインにするのがおすすめ。写真にぴったりのフレームになるよ。完成。私たちだけのフォトフレーム完璧。たくさん写真がつけられるよ。作ってよかったね。見た目も可愛いしね。大好きな大親友、二人とも楽しそう。楽しい思い出がいっぱい。うん、やっと家っぽくなってきた。いい感じだよね。最初は汚かったけど、今はアットホーム。明るくてカラフルになっちゃった。大変だったけど頑張ってよかったね。部屋の模様替えは楽しめましたか？皆さんのお気に入りのコツは何でしたか？コメント欄で教えてください。この動画をお友達に共有して、チャンネル登録もよろしくお願いします。